はい、皆さんこんにちは。海外転売講師の黒澤敦史、海外物販講師の黒澤敦史です。少し前にですね、40分間ぐらい自己紹介の動画を撮ったんですけれども、マイクの端子がちょっとだけ外れていてずっと無音でした。ガクまあちょっと気分転換にですね、別の動画っていうのを撮ろうと思います。まあ、私の気分転換だったらただの自慰行為なので何も撮ってもしゃあないんですけれども、ユダヤ人大富豪の教えっていう本田健さんの本について、広州にいる間、受講信条という広州タワーが見える金融街でこういうふうに自撮りしながら少しだけお話ししたんですね。で、その中にの話で皆さんにとっても非常にプラスになるというか、とても確信に、ビジネスの確信に迫るような話っていうのがありましたので、それについて話をさせていただきたいと思います。また後半では、以前引き寄せの法則関係の動画でもお話しさせていただいた Be Do Have の法則について少しだけ反芻させていただきたいと思うんですね。ですから、もしかしたらこの動画も引き寄せの法則シリーズの中に入れさせていただく可能性がありますので、ご了承いただければなっていうふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。ユダヤ人大富豪の教え、本田健さんの本なんですが、私その本読んだのこと自体忘れていて、で、久しぶりに、随分有名な本だから読んどかなきゃなと思って、講師卸市場に行く前日にオーディオブックをダウンロードして読んだら、実はその中で書いてあった一語一句っていうのを、まあ一語一句って言い過ぎか、内容っていうのを全部自分が実は以前読んだことがあるもので、しかもそれがこの1年2年でずっとその考え方に従って動いてたっていうことに気づいてびっくりしたっていう話を少しだけさせていただいたんですけれども、その中で私は楽しむっていうことを強く皆さんにも話したいと思うんですね。これから物販やろうと思っている方、今物販やっている方、進めている方、自分の物販をやっているっていう行動を楽しんでいるかどうか、まあ物販が好きで好きでしょうがないかどうかっていうのが、結局実績が出るかどうかに結びついてくると思います。で、手前味噌なんですが、私のこういう動画で物販の話してるのを聞いて、生徒さんの印象として私がよく言っていただくのは、先生本当に楽しそうですねと、物販を楽しそうにやってますね、商品リサーチ一つとってもめっちゃ楽しそうですねって言われるんですね。で、それは本当にそうなんですよっていう話なんですよ。私はなんで物販やってるかっていうと、好きだからやってます。で、この YouTube 動画をなんで撮ってるかっていうと、 YouTube 動画を撮るのも好きだし、見るのも好きだからやっているだけなんですね。広州卸市場だって好きだからやってるわけです。で、そんなことを話すと、生産性だどうだっていうのは関係ないのって言われるかもしれないですけど、ぶっちゃけた話関係ないんですよ。もちろん最終的にはビジネスを行うっていうことは利益を追求するっていうのも大切なことになってきますが、繰り返しになりますが、楽しんでそれをやっていれば、それをビジネスとしてやりたいのであれば、やっているのであれば、最終的にお金はついてくるっていう発想を持っているんですね。で、本田健さんにそのビジネスについて教えてくれた、そのユダヤ人大富豪、ユダヤ人の大富豪の言葉の中で、好きなことをやっているってことが、楽しんでやっているってことがどれだけ大切かって話している、まあ、項があります。そこをぜひ読んでいただければわかると思うんですけれども、例えば本の中の例だと、お花屋さんがあったとして、本当に花が好きで好きで、その花屋の仕事が大好きな人がやってる花屋さんって、きっとお客さんが来たらすごく楽しそうに花の説明をしたりだとか、あとはお客さんがこの花でどうやって喜んでくれるのかを考えると思うんですね。要するに、ちょっとおまけつけますよだとか、こういう花もいいんじゃないですかっておすすめしたり、すごいキラキラしながら、花屋の仕事をしてると思うんです。どうやったらお客さんが喜ぶだろうってディスプレイを考えたりだとか、何か包装紙っていうのをこだわったりだとか、リボンの結び方をこうやればゴージャスになるじゃない、なるんじゃないかと思って研究したりだとか、要するにその人は花でビジネスをしてるんだけれども、生産性がどうだとか、採算がどうだとか、どうしたら利益を取れるだとか、そういうことを考えているわけではなくって、その自分が好きな花をどうやったらもっといろんな人に見てもらえるか、手にしてもらえるか、買ってもらえるか、喜んでもらえるかってことだけを考えているってことなんですね。要するに、成功したいのであれば、成功するっていうことを意識しちゃいけないっていう話なんです。お金持ちになりたいのであれば、お金持ちになる、お金に対して意識をしちゃいけないっていうことなんです。じゃあ何をすればいいかっていうと、そのビジネスを楽しめてるかどうかっていうことなんですね。
要するに私も物販これ行ってる時になるべく多くの人が物販の楽しさを知ってもらいたいと。でその楽しさの中にはしんどさとか大変さっていうのも必ずつきまといます。でも例えばサーフィンが好きで好きでサーフィンをやってる人っていうのはサーフィン1から10まで楽しんではいるんだけど1から10まで楽してるかどうかっていうとそういうわけじゃないんですね。要するに何のビジネスでも楽しむことはいいんですが楽するっていうこと、この違いっていうのをはっきり理解している必要があります。楽するっていうのは、まあ、例えばお金持ちになったらいいなとかそういう発想も楽するの方に結びつけちゃってる人が多いと思ってるんですよ、私はね。だから結局何でもかんでもお金持てればいいやっていうととにかく楽したいっていう考え方がありますよね。で楽したいと思ったら例えばしんどい行為っていうのは NG になっちゃうんですよ。だって楽したいからお金持ちになって楽したいからそれをやってるんだからしんどいことっていうのはしたくないわけですね、そのプロセスであっても。でも楽しむっていうことは実はしんどいってことも含めて楽しむことができるわけなんです。だからこの違いっていうのが分かっていないと物販をやってもなんだかんだ言い訳したり他責にしたりだとか自分はダメなやつだとか結局自分の今までの生き方に戻ってくっていう選択肢をすることになりますので、そういう方が物販をしてしまうと非常にもったいないんですね。それは私だって人にモテたいしお金もあった方がいいと思うし精神的経済的時間的な余裕っていうのは欲しいです。ただ欲しいんだけれどもそれが欲しい欲しい欲しいって言ってる状態は欠乏の状態なんですよね。要するに時間が欲しいお金が欲しいってことは今の自分は時間もなくお金もない人間であるっていうことを認めてるに過ぎないっていう考え方を持ってます。ここら辺はアファーメーションや引き寄せの法則の考え方になってくるんですけれども、それと同じように楽したい楽したい楽したいってことは今自分が苦しんでいるっていう状況をただ肯定してるに過ぎないんですね。で楽したい楽したい楽したいって思ってる人が物販をやったところでしんどい作業っていうのはたくさんあります。でしんどい作業がたくさんあるんだけどそれはイコール自分自身が楽したいけど今は楽じゃないっていう状況を肯定しているわけだからしんどい作業っていうのはたくさんあった方が今の自分を肯定できるわけですよね。だからしんどいリサーチをどんどん続けてもなかなか商品が見つからなくてもっとしんどくなって、でもっと商品が見つからなくてもっとテンパってしんどくなって他責にしてっていう状況に往々にしてなりうるんですよ。でも楽しむっていうことを目的にやっている、要するに物販が好きだからやっていると、例えばどんな商品が他にあるかなって宝探し感覚になったりとか、販売している商品に関してもどうすればもっとお客さんの目に届くだろうっていう感覚でやってるんですね。だからリズメだったりだとかなんかすごくなんていうんですかね、理屈っぽくやってる人っていうのはおそらくしんどいことが嫌なんですよ。でしんどいことが嫌だからそれって何かっていうと楽したいと思ってるだけだと個人的には思ってます。そうしないと自分の人生を変えるために物販を始めたとしても何のビジネスを始めたとしても自分の人生を変えるために始めたのに今までの自分の生き方に固執しちゃうことが多いんですよね。また何か行動を行う前に答えを見つけられないと進めなくなっちゃってるんです。 でもそれが嫌だからこっちに来てるわけじゃないですか。要するに初めから自分でね何が起こるかどうなるのかっていうのをすごく難しく考えすぎてやってる人っていうのはまずその考え方から直していかないと物販で実績を出すことができませんし、物販で成功しなきゃ成功しなきゃ成功するために頑張る頑張るぞって言ってる人はぶっちゃけた話その物販って楽しめてないと思うし、お客さん目線で見ることもできていないと思うんですね。だから我々、まあ私は特にそうなんですけど、物販楽しくてしゃあないんですよ。この YouTube 動画で物販のことを話すのも楽しくてしゃあないし、その物販を楽しくすることが大切だっていうこういったマインド系の話をすることも楽しくてしゃあないんですよね。だからやってると採算とか合ってないんですよ。ないんですよ。あるようでないんですよ。要するにこの動画を何分話せばどのくらいの人が集客できてどうだこうだっていう話じゃなくって、とにかく自分が好きなものをみんなに言いたいっていう気持ち、言うっていう気持ちを持っているだけで、それが結果的に見ている方にとってはね、楽しそうにお花を売ったりだとか花束を作ってくれるお花屋さんの店員と同じような感じに見えるんじゃないかなっていうふうに思います。少なくともしんどくて辛くてそれが嫌で嫌で、でも最終的に金持ちになりたいから成功したいからっていう風に
思って進んでる人っていうのは成功しないっていうのはまさにそういうところにあるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。分かりづらければ近所のお店でもコンビニでもね、楽しそうに仕事をしている人とつまんなそうに仕事をしている人、あと2時間か、あと2時間働いて2000円かみたいな感じで仕事している人と、どっちのお店に行きたいですかっていう話、これにつながってくるんだと思うんですよ。まあこれにつながってくるというか帰結すると思うんですね。皆さんが何かの仕事をしていても、自分が何か商品を買いに行く、サービスを受けに行く、そんな時でも例えば携帯電話会社に相談しに行くとか、何か一つ取ったって楽しそうにしている人とつまんなそうにしている人だったら絶対楽しそうにしている人の方がいいに決まってるじゃないですか。それと同じ状況っていうのが、ご自身が何か行動している時にどっちなのっていうことをしっかりと捉えることが必要になってきます。みんながその商品を受け取って喜んでもらっている笑顔がいいとか、自分が何かその商品宝探しにして、あ、こんな商品もあったんだ、こんな商品があったんだっていうふうに楽しそうに自分で探していることができるか、楽しむことができるか、サーフィンだって初めはちゃんとね、波の上にこう乗ろうと思って、そのすぐすっ転んだり、なんか波真ん中にバーンっていう風にダイブしちゃったりとかするわけですよ。それでもケラケラ笑うことができるのはサーフィンを楽しんでるからなんですね。で、その楽しむの中に、この楽っていう言葉が2つあるから分かりにくいと思うんですけど、楽しむの中にはしんどいも入ってるっていうふうに私は思うんですね。ただ楽するっていうのは全く別の話、楽するの中にはしんどいは入ってないんですよ。だから結局こっち側ですね。で、このしんどいのは嫌だから楽するの、ここだけをやろうとしてても、結局何かを楽しんでることには繋がってきませんから、そこら辺っていうのを本当に本当にしっかりと理解する必要がありますし、なんか本当に楽しめてないんだったらやんなきゃいいじゃんって、私講師としてでも思っちゃうんですよ。なんで楽しまないのと。楽しまないんだったらやめちゃえばいいじゃんって。これ物販のことだけではなくって、何の仕事でも何でも私は思います。で、本当楽しめなくてやる時期っていうのはあるし、そうなるように洗脳はされてると思うんですよ。それは、まあ、親に対して恨んでくださいっていうわけじゃないけれども、親から教わったいろんなことだとか、学校で教わったことをメディアを通して知ったことを、社会の中で会社の先輩だったり上司だったりね、が言ってることを、大多数のそういった大きな意見っていうのは、我々を畜群、ニーチェの言葉で言うと畜群、名もなき家畜の群れにするためにそういう意見っていうのが刷り込まれていると思うんですよね。だからその中でがんじがらめになっていて、全然楽しめてないんだけれども、それをしなきゃいけない、それをしなければ家族を養えないだとか、もちろん守る人がいる、守るべきものがある、だからこそ余計ね、真面目に考えちゃってると思うし、その真面目に考えること自体はいいんだけれども、もっともっと楽に考えなきゃダメですよ。楽に考えるっていうのは、自分がどうしたいの、どれが一番楽しめんのってことで、楽しむのであれば、でもしんどいのも嫌だけど楽しみたいって、それは楽しもうとしてるんじゃなくて、楽しようとしてるだけだから、それっていうのは楽しむことには繋がれないんで、繋がらないんですよね。だから、一生懸命なんかずーっとやってて苦しいのであれば、それはちゃうってことですよね、簡単に言えば。で、物販ずーっとやってて苦しんでるのであれば、物販が違うのか、そのやり方ので、物販を行うのが違うのか、どっちかなので、もう物販、もうやめりゃいいだけではないんですけどね。その物販自体は楽しめるものなんだけれども、私は物販大好きだし、楽しめると思うんだけども、そのやり方で物販と対峙してっても苦しいだけというか、しんどいだけ。で、全然楽しめないですよってやり方もあるわけじゃないですか。例えばテストマーケティングしてみなければわからないってことは、テストマーケティングをしてみれば全部わかるってことですよね。そこに対しても、テストマーケティングってワードに対しても、テスマしなければわかんないから自分はもうダメだ、自分がテスマするまではわかんないから、はっきりした答えがわかんないから怖い怖いで怯え切っちゃうのか、いやわかんないけど鉄マスリはわかるでしょっていう感覚で U 段 A 段を続けていくのかって、同じ場所で同じポジションで同じようにこういうふうに立っている状況でも、ネガティブになるのかポジティブになるのかっていうのは、その人の心の捉え方によって全然違ってくるわけですね。だから本当に何て言うんですかね、難しいんですよ。こういう話ってしてて私感じるんですけど、してるし、この言葉っていうのは通じてるじゃないですか。
通じててもその人によってこの言葉を本当に腹に落とせるのか、腹に落としてると思って実はバジ豆腐になっちゃってるのかって、そこまで私がコントロールすることはできないのが非常にまあ悔しいってわけじゃないですけども、言葉としては通じているのに腹に落とせない場合とか、落としてるつもりでも実はそこ分かってないやんっていう場合とかも結構あるわけなんですね。だからしつこく何度も繰り返しあの手この手を使って同じような話っていうのをしてるんですが、ここまでの話まとめさせていただきたいと思います。ビジネスで成功したいなら成功なんて意識する必要がない。だって好きなことを楽しんでずっと続けてればおのずとその成功っていう言葉だったりね、お金っていうまあ資本だったり資金だったりっていうのが後からついてくるんちゃいますかっていうふうに私はすごく思うんですよね。だから好きなことをやるっていうのは、なんか好きなことやってるとなんかヘラヘラしてる感じに思うかもしれないですけど、至って真面目なんですよ。要するにしんどいことも楽しんでるから、その好きなことっていうのはこれ全部ですよね。全部楽しんでやることの中にしんどいことだって入ってるけど、そのしんどさも含めて楽しめてるんだから。だってしんどいことはしんどいじゃないですか。自転車乗るって言ったって初めは自転車乗る練習したってなかなか乗れないですよね。こけたりワーンってなったり。でもその後自転車乗れるっていう達成感があるから、そのしんどいことも含めて自分はちょっとずつでも自転車をうまく乗れるようになって、それが楽しいから自転車に乗るわけじゃないですか。あの目的性もはっきりしてるしね。それと同じように、結局のところ我々っていうのは好きでずっとそれをやってるんだったら、それは成功それはするし、なんでかっていうと失敗したって別にそこを足場にしてまた前に進んでいけばいいわけですから、ただそのサイクルをずっと続けていくだけでいいわけですよね。そのポイントっていうのを本当に腹に落とす必要があるって思います。本当、好きでやってる。どうやったらお客さん喜ばせることができるのか。これ偽善じゃないんですよ。人を喜ばせてる自分が好きっていうのは人間的な高次元の幸せの方程式なんですよね。自分が楽しいからいい。自分が楽だからいい。それは本当、モンチッチの考え方ですから、結局人を喜ばせてる自分が楽しい。これって本当、思考の幸福感なんですよ。だから私はそういうものが好きだから、例えば物販一生懸命に教えて感謝されたら嬉しいし、いろんな人と知り合うことができて、でそれで周りの人もいろんな仲間生徒同士でいろんな交流ができて、みんな喜んでる状況を作ることができてる自分が好きとか、そういう考え方で進んでいる。もう本当単純な話なんですよね。だからその生産性だとか、その30分で何千円とか、なんかそういう発想を持っちゃってる時点でダメだし、例えば物販の商品リサーチにしても、テスマが本当に好きなら、あの物販が本当に好きならもうどんどん調べちゃうと思うんですよ。それをこんだけしか調べないで、あのどうにか物販で鉄マでうまくいきますかねって言ってる人って、それって鉄マ舐めてますよね。物販舐めてますよね。そして楽しんでないですよね。だから三拍子揃ってダメなんですよ。だからその状況じゃなくて、本当好きならどんどんやるべきだし、そういう意味ではビジネスっていうのは楽しんでガンガンやるっていう精神を持ってないで、本当に片手間でやるのであればやらない方がいい。それはその人自身にとっても損だし、物販に対しても失礼だと思います。ビジネスであろうとお金であろうと、それはパワーのソースであるから、それはやっぱり礼節っていうのが必要なんですね。その礼節っていうのは大好きだよ、 I love you っていう状況にならないといけない。愛してるのであればやればいいし、愛してるのであればやらなければいいっていう話なんですよね。本来はそこっていうのは声を大にして口を酸っぱくして何度も私が言いたいところではあります。でその際の考え方として、 Be Do Have の法則っていうのを以前お話ししたことがありました。で Be Do Have の法則について話しているような YouTube もありますし、その中で、まあ、本とかもね、アファーメーション、まあ、例えばウィリアム・オーカートキンソンの引き寄せの法則だとか、ロンダ・バーンのザ・シークレットだとか、ジョー・ピターリ博士のザ・キーだとか、あとはルータイス氏のアファーメーションだとか、いろんな本の中で話してるんですけど、その中で話してないというか、私が考える考え方っていうのがあります。で Be Do Have っていうのは、この順番で我々っていうのは進んでいくことが大切ですよっていうことで、先に答えから言うとですね、理想とする我々の心の在り方ですね、心の在り方を想像し、それに従って行動を行うと結果が出てきますよっていう考え方が大切なことなんです。要するに自分が、まあ、例えば成功したらお金持ちだったら、まあ、成功を意識する
意識し続けるってわけじゃなくて、どういう状況が理想なのかを考えて、その時の心の在り方ってどんな感じなんだろうと。例えば経済的、資金的にも、要するに資金経済的にも、時間的にも、精神的にも余裕がある状況だったら、我々っていうのはどういう行動をとるだろう、どんな表情だろう、どんな言葉を発するだろうっていうのを考えて、それに従って行動して、そうすれば良い結果っていうのがおのずと出てくるっていう考え方なんですけど、往々にして、私がね、初めて彼女と付き合う、田中さんと付き合った時の話を以前したことがありますけど、私の考え方ってこんな感じだったんですよ。もし結婚したら、田中さんと結婚したら、自分はこういう家に住んで幸せな生活、人生を送れる。要するに、結局のところ、結果なんですね。もし結婚したら、私はこういうところに住んで幸せになるだろうっていう考え方をしてたんです。で、この頃っていうのはクソモテなかったんですよ。で、二十歳ぐらいになってなぜかこっちのビードゥハブの考え方に持ってったらモテるようになったんですけど、田中さんと私がもし結婚したらこういう家に住むという行動を行って、自分が心の状態、I am happy になれると、B 動詞ですね。I am happy, you are happy, she is happy, he is happy, they are happy の B 動詞ですよ。になるっていう考え方を持ってたんですね。で、この have do be の逆の考え方はダメなんです。こうなってしまったら、我々っていうのは現実することができない。要するに、これは私が、ここが自分で完全に、自分で勝手にっていうかね、自分で理論付けたことなんですけど、もし結婚したら、っていう結果から考えてしまうと、それってイコール、裏 B って私は呼んでんですけど、裏 B ですね。どういうことかというと、もし結婚したらこうなるだろうってことは、今は結婚してないから幸せじゃないっていうところをスタートにして、なんか行動を行ってしまう。だからそれに対しては悪い結果っていうのが出てくるっていう感じなんですね。だから B do have の法則を have do be で考えてはいけませんっていう説明は、インターネット上、YouTube 上とかでも話している人はいるんだけれども、実はこの have do be っていうのも、実はハブじゃなくてちゃんと裏ビードゥハブになってるんですよっていう考え方は、私のオリジナルというか、私が理論的に考えたものっていうのは、この裏ビーがネガティブな、裏ビーとか私はネガティブビーって呼んでるんですが、ハブドゥビーで考えてるってことは結果から考えてる。もしそうなったらいいねってことは、潜在意識的には今はそうなってないねという裏ビーがある。ネガティブビーがあるから、その今はそうなってないね、田中さんと結婚して幸せになってないね、幸せになってない心の状態だねっていうスタートから進んでいったらダメだっていうことなんです。だから例えばこっちだったら、物販をやってどうなるかこうなるかっていう前に、その物販をやった結果自分はどうなってる、もっともっと自分の好きな商品っていうのをいろんなお客さんの 手にね、届けて、で、それでお客さんにめっちゃ喜ばれて、経済的、精神的、時間的な余裕もすごい生まれて、で、お父ちゃんにも親孝行ができる、奥さんにも、旦那さんにもいい思いをさせてあげられる、子供がこれしたい、あれしたいってことがあったら、こういうことしてあげられるとかね、そういったいろんな結論っていうゴールがあるわけですよ。で、そのゴールの時の心の在り方はこうだっていうね、ある種、恍惚とするような、こんなもう笑顔、ニコニコ笑顔になると思うんです。で、そのニコニコ笑顔になるような心の在り方を着て、として物販を続けていくと、そういった結果が出てくるよっていうのは、ぜひお話しさせていただければなっていうふうに思います。アファーメーションだと最後にまとめを行いますね。なんで Be Do Have の法則と、成功したいなら成功を意識しちゃいけない、お金持ちになりたいんだったらお金を意識しちゃいけないっていう話を同時に一本の動画の中でさせていただきたい、いただいたかっていうと、これね、矛盾してると思っちゃう人がいると思うんですよ。要するに、その成功を意識しちゃいけないんだけど、成功した自分はどんな心の在り方かは意識しましょうっていうのは、どういうことなのか、ちょっとはっちゃかめっちゃかになると思うんですけど、結局のところ、その成功しなきゃ、成功するためにはお金持ちにならなきゃ、お金持ちにならなきゃ、お金持ちにならなきゃっていうふうに思ってる人は、ビジネスを楽しめてないからあかん。その物販だったら物販、やってることだったらやってることを楽しめてないからあかんっていうことなんですね。
ただそのお金持ちになった時、成功した時の心の在り方っていうのは着目しなければいけない。ここがちょっとね、わずかに難しいところだとは思うので、そこをお話しさせていただきました。多くの方っていうのは成功した自分をイメージしてくださいっていうのがを考えると、成功するためには、成功するためには、お金持ちになるためには、お金持ちになるためにはっていうのを考えて、般若の瞑想になってずっと物販グーやってるんですね。でこの瞑想でグーって物販のをやってたって楽しめてないじゃないですか。だからイメージしたらこの顔にはなんないはずなんですよ。イメージしたらもうお金持ちで こんな感じで楽しんでね、物販をやってる顔になってるかっていうのが大切だから、本当に意識せずとも、どうすればそのお金で儲かるかとか、利益率何パーとかなこったら、結局客観的なアメリカアマゾンの相場価格を見りゃいいんですよね。で見て、その相場価格が結局仕入れ値でコスト相場価格で引き算していったら、どんぐらい、まあまあまあトントンにはなるだろうと、最悪でもマイナスにはならないだろう、じゃあこの商品手済ましてみて、あとはお客さんに答え聞けばいいよねっていう発想になればいいし、自分が出した商品でも、ここもね、結局自分中、自己中になってる人は分かりづらいんですけど、自分が商品を入れたタイミングはお客さんが欲しいタイミングとは限らないじゃないですか。だから自分が商品を入れたらすぐ売れるって思ってる人がいるんですけど、それはお客さんの考え方を自分がコントロールしない限り無理ですよね。で、お客さんはお客さんで、自分が買いたいタイミングでその商品を買うわけですから、自分が販売したタイミングイコールお客さんが何十人も一気に欲しがる、その日がそういう日なのかどうかっていうのは言えないから、結局出してすぐ売れなかったらギーってなるのは、それはお客さんを自分のもんだと思いすぎてる。お客さんはお客さん。そのお客さんが自由選択肢で選んでくださって、気になった時、欲しい時、それが必要になった時に買われるわけですから、そこは理解する必要がありますね。だから私もコンサルティングで今すぐやりましょうとか、このセミナーの中で入った方っていうのは10万円引きでとか、そういったマーケティングを行わないのは、私がセミナーをやるタイミング、私が電話で問い合わせをさせていただくタイミングね、お問い合わせの要望があって電話で話をさせていただくタイミングが、その人の始めるタイミングかどうかっていうのは別個なんですよ。だからこちらからは変なクロージングだとかセールスとかは一切行いませんと。皆さんが今やろう、今だって思うタイミングがベストだし、プラスアルファ私が講師としてその人の資金繰りだとか、ご家族の了承は得てるのかとか、周りの人っていうのは、まあどういう状況なのか、ご家族の構成だとかね、例えばそういったことも含めて、こちらもこちらでしっかりとその方の状況を視観して、その方もその方で自分の気持ち的なタイミングっていうのを考えて、それがマッチしたタイミングで始めればいいっていう考え方を私は持っているっていう話をいつもしてるじゃないですか。それは皆さんが商品を売るときだってそうなんですよ。皆さんが売るタイミングイコールすぐ欲しがられるタイミングかどうか全く別の話なので、そこに関してはグーっていうふうに早く売れないとってなっちゃって、で結局人のこと考えてないですよね。自分が売らなきゃとかね、早く売れりゃいいとか、こんだけ苦労したんだからさっさと売れろとか、そういう考え方で物販やってると本当に実績出ないし、楽しくもないし、苦しいだけだし、でも楽したいみたいなね、そういう状況になっちゃうわけですよ。それはちょっと生きりすぎだから、そこに関してはもっともっと物販自体を楽しむっていう考え方をぜひぜひ、まあ、腹に落とすも何も楽しければやりゃいいっていう話なんですよね、根本的にはね。で、楽しそうだなって思ってやって、やっててしんどいことがあっても、それも楽しむ中に入るかどうかっていうのが非常に重要なポイントになってくるんじゃないかなと思います。やっぱりね、変にね、真面目に生きてきて、私も真面目に生きてきましたけど、エリートお坊ちゃまみたいなことを高校までやってた人間だから、余計ねすごくわかるんで、そういう人たちの気持ちもわかるんだけど、クソ真面目にやりすぎるのはそれはバカですから、バカ真面目はバカですから、なんて言うんですかね、もっとなんか緩くというか、そのなんていうんですかね、何でもかんでも理屈立てて考える、理論で見れるとこなんて 4,5 歩先なんですよ。で、100歩進もうと思ってるのに、100歩先までこういうあの暗いランプでね、こういうふうに100歩先のトンネルの先をこういうふうに照らそうと思っても照らせないですから、それを理論でこういうふうに照らそうと思っても照らせないから、こういうふうに動けなくなっちゃうんですよね。で、足元をしか照らされないから、こういう
抜き足差し足しか進めなくなってるんですね。そんなことやってたらぶっちゃけた話老衰して死にますって物販で実績出るまでに。だから我々っていうのはその理詰め理屈だけで解決できないその先に思いっきり進んでいくためには結局のところ自信とか考え方がものごっつ大切になってくるっていうのは理解する必要があるんじゃないかなっていうふうに思います。というわけでいろいろ話をさせていただきましたけれども、本田健さんの大、ユダヤ人大富豪の手紙でしたっけ。ユダはちょっとタイトルがねいつもね中途半端に忘れちゃうんですけど、ユダヤ人大富豪の教えや、ユダヤ人大富豪の教え、すいません何回間違ったかもしれないですけど、ユダヤ人大富豪の教え、これオーディオブックの中に入ってるんですけど、ユダヤ人大富豪の教え、ここにちょっとオーディオブック入ってるんですけど、ユダヤ人大富豪の教えの中から、成功したい金持ちになりたいなら成功や金持ちという言葉を意識しないことが大切だよっていう話と、とはいえそうなった時の状態、心の在り方っていうのはまずしっかりとイメージすることができないとそこまでいけないよっていう話をさせていただきました。少しでもご参考になれば幸いです。海外物販講師の黒沢敦がお届けいたしました。では失礼いたします。